まずは監査費用というのがとっても安いところです。そちらの方で随分首を縦に振られてる方もいますけど、その中で人を育てられるのか、機材をどこまで持ち込めるのか、大きな制約があります。そこまで込みでのお話をしようと思います。今現在抱えている問題ですね。ではその手前の話としまして、二者監査の一つのバリアント、バラエティとして店舗衛生監査というのがございます。1社、2社、3社と監査がありまして、その中でここの部分ですね、顧客または本部がこのお店チェックしていくという形で人を送り込む、これが店舗衛生監査です。例えば身体操でも何でも結構です。こちらの方に審判団がいまして、顧客本部がこういう形式でチェックをしてくれ、チェックリストのようなものを手渡し、となって自腹になっています。まあ、ナンバーさんなんか得意だと思うんですね。店舗衛生管理監査、JFS の B、C なんかもそうですけど、観察と面談と記録の確認、これを、まあ、公平公明正大でやられてますよね。さすがは BML。もう三菱系で給料は高い。BML だとやってるでしょ。こちらと同じです。高い。この三角形がしっかりと成り立っていて、監査って成り立つんです。ただ、店舗衛生監査って、監査基準そのものに疑問つきますよね。まあ、いろんなチェックリスト与えられてると思うけど、なんでこのこと聞かないといけないのって、なんでこのことまでやらないといけないの、そんなんがずらっと並んでるじゃないですか。そして監査者の行動としても、いちいちこれ突き合わせて検証してるのか、非常に怪しげです。どちらかというと、先ほど荒木講師のお話もありましたけど、店舗を1店舗1時間かけたらええとこだ。その時間の中でパッパッパッとレポートに仕上げようと思ったら、もうこっちばっかりになっちゃうんですね。まあ、その次はここ。面談なんてやってる場合はないんですよ。店長がすぐ送り出すんで、この忙しい時に。本当に忙しくなくても怒るんだ、店長。非常に根拠の曖昧な姿になってるのが今の店舗衛生監査ですね。で、監査基準というけれど、誰がいつ作ったか分からないようなチェックリスト当てがられてる例が多いじゃないですか。本当に根拠は何なのって言われるのに怪しいんですね。で、これはもう他の研修受けられた方が聞いてますね。一般衛生管理を問いかけるのが、まあ、以前の保健所の立ち入り必要だって、営業許可で。それにちょっとだけ薄っぺらいパソコンのコーティングしたのが、パソコンの考え方を取り入れた衛生管理。で、まるっきり分厚いパソコンを取り入れたのが、パソコンに基づく衛生管理、また JFS の T ぐらいになります。ISO の2万2000は下が抜けてたっていうのは、これは池上さん覚えてますよね。あんだけ寝ながら聞いてても。で、これを突き出すため、ISO のスラッシュの TS の2万2000の2の1を作り上げた。このお話ありました。ね、岩木さんなんかが得意の SQF。これはもう4層構造、しっかりと出来上がってます。これが比較の売りの部分ですね。ギャップなんて言ったらね、もう売りだらけです。環境衛生とか労働安全とか、経営まで入ってくるんです。ここは頭でかちゃう。さあ、ここが左側が適合証明であって、右側が認証だという話は、まあ、以前のハサプの研修の中でもお話ししました。で、店舗衛生監査はどこにいるのかという話より、もうままっこなんですよ。いじめられっ子みたいなと、隅っこの方でわけのわからない監査基準で監査をやってるというのは、一般店舗衛生監査の実態にあってます。結構、店舗衛生監査というのはチェックリスト大好きな人が多いです。BMAL なんてまさにそうでしょ。はい、もうチェックリストに始まって、チェックリストに終わるんです。なんでかというと、顧客、または本部側からの期待値の表明が曖昧なんですよ。だいたいそこにいる人間たちが、ハサプが何であるかってよく知ってないと。チェックリストでもないと、監査側との合意形成が難しい。顧客本部側の力量不足があります、知識不足があります。で、これが、まあ、歴然としている例も多いですけど、監査員がよく物事分かってない。まあ、それはしょうがないですね。
安く雇われて、貸しこなして、1日2万円、3万円稼げばいいとか、その程度の支払いしか受けてないので、まあ、吐きだめちゃ言っちゃいけないけど、職員さんもみんなそうなんですよ。実際に従事している人間が満足な教育を受けてません。安価に受け負っているために、監査に与えられた時間が極端に短い。これ、監査が院側側もそうです。今日5件ぐらい、こなさなければ、まともな収入にならない。なんで、そこで首を縦に振るんですか。御社もそんな状況ですか。はい。一件3000円しかもらえないんだって。保険となして1万5000円だって。それだったら、監査員ももう心が空いてるんですよね。さささっさと次に回っていかないといけない。まあ、私が穴埋めでやった時もそうでした。一件から一件の移動時間20分しか。20分で行けないところってあるんですよ。となると、本体部分、監査部分を短縮しなければ、次の場所に行けないんですよ。丸バツでも評価できる。数値化しやすい。この数値化っていうのがネックでしてね、とにかく数値化大好きです。まあ、見える化が好きだ、数値化が好きだという人間の特性なんですけどね。チェックリストになりますと、必ず採点が入ってきます。利点もあるんですよ。これは内部監査とか外部監査の研修の時にお話しましたよね。チェックリストを事前に作っておくと、漏れがないです。監査員によるばらつきを最小限にし、たとえナンバー3であっても結構な監査ができるようになります。監査の均一性を確保しやすい。過去のパフォーマンス、顧客の苦情なども勘案して、監査実施のたびに修正していく。ただ、継続的な改善、PDCA を回していけるというのがチェックリストの、まあ、強みでもあるんです。監査時に過去のチェックリストを参照することができる過去のレポートを八木さんとかやられてます？一応、なかなかできないですよね。特に私が知ってる会社のチェックリストっていうのは、チェックリスト過去の監査レポートというのは、自分が担当するグループのところじゃないと見れないんです。では、ちょっと外れたグループ、他のグループに行って監査しようって言ったときに、いちいちその監督者の方に連絡して、その何月何日の何を見せてくれ。でも何月何日何やったなんて知らないから、監査員は。もう全て中本部の意向、監査会社の本部の意向で決まっちゃうんですね。だから、なかなかデータの引き継ぎはできません。チェックリストの弊害です。よろしくないです。丸バツ白黒イエスノーでチェックを入れたがります。いや、7割できてるのに、チェックのやつ。やり方ないんですね。できてる、できてない。顧客本部、監査員、両方から歓迎されがちです。監査員も一生懸命結論出したいので、先ほど言いましたね、1日5件回らないと、俺の収入を確保できなくなったら、もう立て付け回して、その時は丸抜くのがいいです。監査中になぜ、例えば、過去の研修の中でも随分とお話したと思うんですが、本来何か問題が起きてるんだから根本の原因は何かって考えないといけないんだけど、そんな余裕も全くないんですよ。見たままダメダメダメって書いてくるわけなんです。調査に出てきてサイン、先ほどの荒木講師も話した右のものは左、左のものは右、これ右にやったらダメでしょ、左にしなさい、それで終わっちゃうんです。質問事項が多いほどいい監査、歴然としてるのが後で出てきます。大きな C で始まる。C じゃない、大きな M で始まる。ハンバーガーショップのチェックリスト。まさにそうなっちゃった。どん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 積み上がっていくんです。いや、あれもやったらいいんじゃない、これもやったらいいんじゃない。監査員どうせ払うお金も同じなんだから、いっぱいやってもらった方がいいでしょう。積み上げ方式に向かいがちです。じゃあ、監査基準って本当はどういうところにないといけないんですよね。もう 前に答え書いてますよね。差し物サムアジさんが前に答えたから分かる。法律であるとか法的規範とか、それから、まあ、社会的なコンセンサスであるとか、ISO の2万2000、これは提唱の中でよく言いましたね。ISO の2万2000、やっぱり金字塔です。バイブルです。自分たちは関係ない ISO の2万2000の認証を取ってないと言いながら、もうこれには、この精神は尊重しない。社内にもいろんな文書がある。そういうものを全部勘案して、本来はチェックリストを作っていないといけないのに、誰かの思いつきで作っているチェックリストの方が分かったように多いんです。
法律は、まあ、7つあると言われてます。職人衛生法、表示法、安全基本法、まあ、一番皆さん気にしているのはこのあたりですね。当然ですけど、田村さんなんてもう職人衛生法を最低の100回読み通しましたよね。うん、昔なんとか吉兆の歴史会議の横からおかみからアドバイスしてもらいました。今はそれに近かったですね。もう 誰も本当のことに言って言うことはないと思うんですが、最初から最後までね、大体その最初から最後の三毛並さんもそうでしょ、5行目ぐらいで寝ちゃうでしょ。チェックリストは本来公的な要求事項、それから社内の内的な要求事項を塩梅して、法律はこう言ってるのに自分たちの期待はこうなってる、だからこの辺りに落としておくのかなって、そこを作っていかなきゃいけないものですね。で、要求への適合不適合、まあ、監査とか審査やられた方だったらもう適合不適合も慣れてらっしゃる。適合って必ず条項があります。不適合も必ず条項があります。条項がリーズナブルってね、何言ってるかよく分からないではダメですね。チェックリストの実態です。よく分かってない本部とか顧客の間、顧客と要求されるべき事項を事務してない監査会社の間で、もう八木さんがずっと首を立てていくと思う。なんとなく固有名詞が出てきそうな感じですね。顧客本部にとっては白黒つきやすく、監査会社にとっては仕事をしてきた、こんなに仕上げてきたんですよ、しっかりと仕事やってるでしょ、アピールだけ。池上さんの会社でやってるのそれでアピールだけ。早く安くうまいが主眼です。でどん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 積み上がっていきます。どうもあそこでこんな事件起きたみたいよ、へー、じゃあうちにもこの項目入れとこうか。その程度でこの要求項目が詰め上がって、一回入れ込んじゃうと断捨離で起きないんですよ。やれてるんだったらいいじゃないですか、お前やってもらえば。どんどん数が増えていきます。運用することは監査員が浅く広くチェックするようになる。同じ時間で組まさないといけない。チェックリストの実態、監査員の教育、それからキャリブレーション、目線合わせ。どうですか、やってます。はい、後ろからはいと言いなさい、はいと言いなさいって声が聞こえました。頭の重たいが真っ白になさって言いなさいって言われました、後ろから。これがねやっぱり弱いんです。まあ、でもそれをやろうと思ったら関西にとっては他の用事が増えちゃうんで、たまには関西会社の本部と話して目線合わせやらないといけない。その時間を俺払ってもらわないといけないよってなっちゃう。払わないんだったら一回の監査の単価上げろよって、それがまあ正直な心情ですね。先生ちょっとこっち、他の監査の報告書を自由に見ることができない。八木さんが首を立てるって、会社のシステムなんかそうですね、簡単に見ることができない。であれば前に別の人に言ってるんだけど、どんな判断したのかな、見ることができない。自分がずっとやってれば自分の歴史がそこにあるんだけど、たまに他の人に言ってね、キャリブレーションやりたい時あるんですよ。この人はいつもいい成績上げてるけど、本当にそこいいの、別の人送り込んじゃう、厳しい人。その時にはその人のレポートが読めないと自分と比較できない、そういうシステムができてないと多いです。八木さんが首を縦に振る会社のところですね。なんとかなんとかなんとか会が見えるので、鋭い方はどこかすごく。チェックリストです。これ外すとね減点になるんです。丸バツで丸1個外すと2点とか3点とか減点になっちゃう。重み付けいろいろとやってるんだけど、まあ、結局外したところで総合得点が決まっちゃいます。監査員が築いた重大な点がある。先ほど荒木講師はやっぱり手加減をしてあげることが大事だと言ってましたね。点数に反映させちゃうと
本人たち、その店の人間たちやる気なくなっちゃう。俺いつも D かよ。なっちゃう。本来だとこっちに落とし込むべきなんです。で、ここでいろんなこと書き込んじゃって、まあ、ざーっと上の方で失ってるところも、これは店の責任じゃないなと。まな板、こんだけかびてるのは、その本社の方から、まな板買い替えの予算も大事なんじゃないか。そういう感じのときには、さすがにここ一個一個点数を減点せずに、ここでまとめちゃうんですね。これも、八木さんなんかも首を縦に振る方が、コンビニ飯で上がってきそうなやつです。の感想のレポートです。サラダなど、非加熱の食材に大腸菌、腸管神経性大腸菌、病原性大腸菌がくっつくのが危ないですよと、彼は言ったわけです。彼女かもしれないけど。で、それはあと何が並べられているかというと、結局、チェック項目の丸バツだけなんです。腸管神経性大腸菌をくっつけないようにしないといけないというところに、どれが必要なのかがよくわからない。で、ここでアイスコップですね、この氷をすくうやつの洗浄先をもう少し頑張らんといかんよというコメントがついてるんだけど、与えられたマニュアルがこれなんです。拡大したのが後で出てきますので、ざーっとしたものですよ。この通りしっかりやったとしても、ここに非常にぼんやりした部分が多いので、結局、この部分の衛生管理に貢献するかどうかよく分からない。冷蔵庫の取っ手、ATP8 万出るというのは、これはもう相当汚いです。一回も正式もしたことない、正式って空拭きもしたことない。状態だと思います。定期的な洗浄、冷蔵庫の取って洗浄します。浜田さんとかやってます。ホース持ってきてジャーッと冷蔵庫の取って洗浄してます。池上さんへの知ってます。ショート起こさせて工場止めようという時やるでしょ。冷蔵庫水かけないですよね。冷蔵庫の中ぐらいまでかけるから外側に水かけないです。もうこういう感じ。ポイントを絞れば構わないんだけど、洗浄という言い方しないですね。冷蔵庫の取っ手を触った揚げ句の手で、サラダなど触ったちゃうんだめだ。どっちましょう。この手はどうするんですか、この手は。切る。こう言うんであればね、食材に触る前には手をアルコール消毒してよって言うんだったら分かる。触ることをやめください。このことでダスターが汚れてるんで、ダスターを触った時にその手が汚れてるから、他のものを触るとき気をつけてね。触らないようにしてね。じゃあもう、池上さんみたいにね、あんまり仕事したくないんで、いつもダスター触るね。私、ダスター触りましたんで。卵の方法は万全じゃないです。冷蔵庫に卵置きは万全でもないんですよ。冷蔵庫に卵はへたっていくんで。冷蔵になると。まあ、通常ワインクーラーぐらいの温度が一番いいんです、はい。これがマニュアルです。堂々とこのマニュアルを渡して、しっかりと洗浄、殺菌してねって言ってるわけです。この事例 A で言いますと、加熱式食材に対して大腸菌着が最もリスクである。言ってるんだけど、ソリューションは何も書かれてなかったでしょ。お客さんの助けになってないんです。やっちゃダメ、やっちゃダメ、こうやりなさい、こうやりなさいって言ってるけど、それが大腸菌付着の根本原因を取り除いてないんですね。で、きっと持ってるんだから、そこまで気になるんだから、これ本当危ないかもしれないから、引き取りやってくればいいんだけど、それやってない。ATP は、私もとんでもなく数値が高いのを福岡の飯塚で経験したことありますけど、彼は飯塚の出身で、飯塚に住んでます。飯塚ではすごくワイルドなところです。人は手を洗いません。
本気取らない、冗談で言ってるだけです。ATP でものすごく高く数字が出ても、危険な菌出ないっていうことなんですよ。それはそれなりのフローラが出ちゃう。ATP 高い、ダメっていうんじゃなくて、もしもこのサラダに付着するのが怖いっていうんだったら、その点にはもしかして大腸菌についてるかどうかっていうところまでチェックしないと、アドバイスにつながらないですね。それよりも何よりも、この店舗もそうですけどね、生食が、肉の生食があるんです。あとで激しいのが出てきますけど。もしも、例えば、八木さんのご存知の焼き鳥屋で裏メニューとして取り差し出す。それが結構売れてるってなったときに、焼き鳥の焼き加減とか皿がきれいかどうかとか、いっぱいチェックして何か意味あります。彼らも時代劇に入ってるんです。いつ足裏を失っても不思議ないです。その時代劇に入っちゃダメっていうところを指摘しなければ、あまり意味ないですよね。リスクマネジメントの後なんですね。はい、これでまとめまして、このチェーンはこういうところが得点できているよ、こういうところが得点できてないよ、ここまでサマリーしてお客様の本部に渡したとした。本部の方でまた得点を言うように店の指導が始まります。あんたのところ低いよ、あんたのところ高いよ。これが一部の拡大です、ね。今のところ弱い女子が明らかにしようとしたんです。あくまでチェックリスト。親切にも特定の文法まで出して差し上げてる。ここまでではね、大体飲食店のチェーンの本部なんて、あまり勉強してない人多いんで。大体職人産業にいる人間であまり勉強した人いないはずです。私のね、一人に首付けになりましたけど。みんなこっち走っちゃうんですよ。だから監査側としてこういうサービスやっちゃダメですね。これ個人、個展の名前ここに並んでます。どんどん分解して、この辺こんな進捗をしてますよ。次の B に行きましょう。これは最近入った監査員です。何歳の方がわからない女性です。女性ってね、とても生真面目なんです。僕一号を除いて、もうチェックリスト丸バツに集中しちゃってます。事前の教育とかあまりというかほとんど受けてないんでしょう。丸バツがいっぱいつきました。はい、手洗いは爪ブラシを使用してください。確かにチェックリストの中に爪ブラシあるかと書いてます。もう今、八木さんどうでしょう、爪ブラシ。幅さんどうでしょう、久保さんどうでしょう。爪ブラシってもう逆に言うと推奨されなくなっちゃう。やめろという指示が出てる。ただチェックリストに書いてるからといって、爪ブラシを使ってないことを指摘する。もう先ほどの荒木講師のお話じゃないですよね。方針が間違ってるんだから。情報が間違ってるんだから、この子をいちいち採点しなくていいんです。四国道中の食材の近くに灰皿がありました。エリカなんか回答してる。異物混入の可能性もあるので注意する。異物って何が混入するんですか。灰皿が混入する。いやー、この前エビ食ってたらこの灰皿入ってたんだよ。タバコの灰僕の家に、まあ、しかしながら解凍して洗ってしまうんだからほとんど意味ないです、ね、だここに木のバイクなんかも木がぶら下がってます。異物混入の可能性が、まあ、ないわけではないけれど、バイクの木が落ちて見えなくなったら触るでしょ、うん。はい、冷蔵庫 の、 換気のフィルター、こういうのを交換してるのに、ここに書いてあるんです。書いてあるので、そのままやっちゃう。アイスポット、持ち手部分が氷に直接触れてないように保管してください。持ち手が汚れてるから氷に触れちゃダメ。違うだろう。一番まずいのは、アイスポットが汚れてることだろう。
こういうふうに、もう本当にあの、羅列なんです。あ、これなんかいいですね。ここね、イタリアンなんです。イタリアンで、ピザの台を、このようにも、作業テーブルの上でやってるから、直に直にやってるからダメだ。どうでしょう、ヨーギさん。菌がつくからダメだ。まあ、もう、一般的な環境衛生管理から言ったら確かに望ましいことではないですけどね。そして焼くんでしょ、あと。これは、実際のところで言うと、朝日食品の方にもこういう考え方を入れていただいたら結構なんです。実際、原材料のサプライに立ちますね。彼らのところでコントロールしてもらえなければ、うちに入ってコントロールできない。だったら彼らがしっかりやらない。例えば、油耕の果汁、残留農薬は、朝日食品に受け取ってから、受け取ってから、残留農薬だけ取り除けばできます。池上さんとはできますよね。いや、検査結果見なかったことにして、私は言うと、見なかったことにしてたりするから、できるんですよね。大腸菌が一体どうでしょう、大腸菌分で。どうせ、加熱殺菌しちゃうんでしょ。pH 低いし。結局、その一般衛生管理ありきではなくて、それが意味することまで捉えてないと、衛生監査っていうのは単に本当の得点ゲームになっちゃうんです。考えていただきたいのは、この飲食店にとって重大事であるかどうか、お客5人ぐらい殺しますっていう話なのか、なんかちょっと雰囲気としては悪いですよぐらいのことなのか。対策しろと言うけれど、現実に対応可能なのか。先ほどのピザの台の例でいきましょう。ラップかなんか敷きなさい。ラップ引いてピザこねられます。大さん。難しいですよね。結局は、また新たな、シリコンのテーブルみたいなの買わないと。それ、今度はどうするのかって言ったら、洗わないといけない。洗って乾燥させない。あの場でそういうところあると思います。だから一つの問題、表面的な問題を潰すために次の問題を抱え込んじゃったら意味ないんですよ。そして、これは先ほどの B の例が多いんですけど、二度漬け。この南波さん得意ですよね。ソース二度漬け。よだれいっぱいつけて、バチャッとまたつけて、次のお客さんに回す。これ監査、審査だったら、まあ、常識と思うんですけどね、同じ発見の2つの情報、3つの情報に割り振るのは、あまり望ましくないです。その点数稼ぎみたいなのは、あまり嫌な方がいいです。八木さんのご存知の方です。生食用の野菜を入れる袋、外部に ATP が6930あった。これの外側が汚染されてるのに、その袋に触ったら、他の食材に触らない。すごく危険な職場ですね。これもいいんです。おそらく言いたかったのは、このネギのようなものが、まな板に触れてるとまずいよと言いたかったんですね。このネギは袋に入ったんですね。まな板に何かが触れたらダメだっていうんだったら、まな板立てるスタンド、まな板壁に立てかけてるんだけど、壁は全部同じことなんですね。これですね、取って、まあもう本当に池上さんだけですよ、こういうところ、バーナーで焼いて、さっき言ってたの、会社がこれで止まればいいなんて言いながら。これも、むき出しであることはまずい。今この写真で見る限り上の方に何もないですね。先ほどの荒木講師の話、上からドリップが落ちてる、ドリップが出なくて、これドリップ、肉汁、これが落ちてきたらまずい。上に何もなくて、下にあるのが、まあ、本社が得意な油耕の同類、pH、バリバリ低いやつ。ほとんど何も影響受けないですね。これも同じです。
袋の外が汚れてるから、その袋に触った時はもう他のとこ触らないで。スパニッシュオムレス、先ほどイタリア料理のところの例です。スパニッシュオムレス。スパニッシュオムレスを作ってるんだけれど、わざわざ EC の媒体に植え付ける。EC や SDG これ、大腸菌です。大腸菌の存在は確認されませんでした。でも、おばさんどうでしょう。オムレツで優位な、シグニフィカントな違い要因となりそうなものって言ったら何でしょう。ここで怒り消毒の実用を言います。卵って言ったらサルモレラでしょ。サルモレラをグルーピングしてますけどね、大腸菌群の枠の外にあるんですよ。大腸菌群、これ EC だから大腸菌ですよ、ね、大腸菌がはるか外にあるんです。大腸菌が出なかったからこのスパニッシュオムレツは OK ですとは言えないですね、うん、そういう機械を使うモニカガミさんだけです。いや今日嬉しいけど寝る暇なくて。さあ飲食店チェーンのその次に行きましょう。鶏料理専門店で、実は、まあ、その店の外に置いてあるメニュー、またメニューにはあんまり書かれてないんだけど、ここ生の鶏の売りなんです。生の鶏肝もある、生のハツもある。生で名前がいい、それで高まってるようなところです。じゃあ南波さん、こういう店に行くとしたら南波さんだったらどこに注意します。そのお作りは食べないとか、そういう自分だったら食べない。焼き鳥を食べます。焼き鳥で食べる。それは客として。客として。まあ、関西人として言ったらどうします。まあ、基本的には、その、食べる食材への汚染があるかどうかですか、ね。そうですね。で、私だったら、もう、まず、これ指摘すると思う。鳥の生食がある。本社は非常に大きなリスクを抱えてますよ。そこから指摘始まる、ね。その次は、生の鳥から、他に。菌が移行しないかどうか。で、ね、これチェックリスト、僕は随分と点数を失いました。久々の D 判定。ここで一般衛生管理項目の方に店舗の意識を向けさせて、生の鳥による食中毒、生の鳥からの食中毒菌の移行から意識を遠ざけたらどうなる。このリスクマネジメントしたら逆方向行っちゃうんですね。はい、もういっぱいいっぱいいっぱい衛生管理項目を上げてます。で次のシーンが、これやっぱり録音するとまずいんですね。全くこのプレゼントは関係ないですけど、こういう会社ありますよね。でその次に出てくる例は、例とは関係ないけど、こういう会社ありますよね。ぜひ BML とか怒り消毒のチェックシートもいただきたいんだけど、結局同じなんですよ。もうすでに一般衛生管理項目でこれレーダーチャートが出るよね。で監査員の発見した項目というのはほとんどありません。で監査員のオピニオンないです、意見ない。監査員のやることにロボットのようにチェックチェックチェックしてやってもらうだけなんです。まさに池上さんから指示された三枚さんが動くようなもの。チェックチェックチェック。これが2番目がやってるやつですね。さあ、すべてと言っていいほど一般衛生管理項目でレーダーチャートができちゃってます。で、その店の採点、通信簿はこれでできちゃう。で、肉、ユッケ、炙り用のユッケ、だから生で食べる牛肉ですね。で、陰性だから。いいんじゃないのっていう結果出してます。でも安心してるだろう。
篠原さん、牛肉で生で黄色ブドウ菌にサルモネラカンピロというとターゲットはしっかり抑えてるんですよ。焼きさんなんか詳しいですね。詳さんなんかね、この専門ですもんね。何を抑えます？大腸菌。うん、法的には今腸内細菌化群なんですね。これ全部外しちゃってるんです。これ、ね、何のための基準だと思います？生食用の鶏肉なんです。生食用の鶏肉は例えば宮崎県とか、鹿児島県で自主的な粉基準を作ってます。じゃあ鶏肉の基準ここに持ってきて牛肉に当てはめたって意味ないですね。OK、OK、OK。で、この2番目の会社の例で言いますとね、いちいち丸バツつけていかなくていいんです。失ったところだけチェック入れていいか。関西に簡単にできちゃう。関西にいつでも簡単に言い訳できます。気がつきません。生さん得意なやつですね。気がつきます。はい、なるほど。でこれもそうです。レーダーチェックに。ここで、この店舗の一番脆弱点って、今掘り出さない。はい、生食用の鶏肉。これ宮崎県ですけど、鹿児島も回ってこないです。生食用の鶏肉は、分米系大腸菌が陰性、サルモネラ陰性、カンピロ陰性、濃縮ブドウ菌陰性。で、この3つだけクリアしてたわけです。先ほど鶏肉の基準、生食の鶏肉の基準を牛肉に当たる。それに対して関西も何も疑問を持っていない。先ほど言ってましたね。こんな風になってますね。今グロッピングというのは。自分が恐ろしいと思う。ターゲットの菌を見つけるようにしなければ、検査の意味があります。そこに行くか。これで、八木さんのところに話が触れていきます。まあ、やられてることないと思うんですけど、食肉パックを置いてるような店舗の感想なんて聞いたことあります？やられてるはずはないんですけどね。で、同じようなフォーマットでやってます。で、失った、失った、失った。確かに、この、顧客からのクレームが発生してないか。これは確かに、関西に送り込んで、聞いてこない。なかなか食肉売ってる方メーカーの側から手に入らない情報でしょ。こういう意味のある情報もあるんだけれど、主観的に料金体系がきついんで、自分でも利用したいと思う。知人友人に勧めた。そんな客観性のないようなデータから取るのもしょうがないですね。パッケージで、この食肉チェーンは4度 C 以下で保管するように。で監査員が実際に釣り合い線とかで検知して、検測してた温度、よく6度とか7度とか言ってます。4度って、田村さん、何のための4度なんでしょう。うん、でも低温菌なんか増殖しますね。またこれ、ちゃんと言うとややこしい、食中毒、重篤な食中毒を起こしそうな菌は4度 C 以下にしとけば、ほぼ生育しないだろう。実際この例で言いますとね、平棚のところの冷蔵庫では、それが保たれて、この例でもそうだけど、赤外線で遠方からこうやって、温度測ってみると、温度6度ある。その差ってやっぱり、この監査員がこれをリスクだと思うんであれば、報告事項に入れてない。まあ、ほとんど入っているのでは見たことないです。ロードライン用は、ロードラインって、私もこれ監査の顧問みたいなやつ初めて知ったんですけど、ロードラインって使うんですね。前の会社なんかで使ってました。はい、ロードライン、まあ、これ阪急
オアシスにいらっしゃいましたので、もうちょっと関西でね、東京路線で知られた。私なんか東海陸の絶対にあの、伊予の方に行きますけど、ね、安定高いの、ロードラインというのは、だから、まあ、冷風の吹き出し、水道しの、ラインによっては下に製品が置かれてない、ロードラインというらしい。それともこの簡素の、まあ、よく指摘事項で、棚がスカスカだと、うん、確かにこれも関西に行かないといけない、行かないと分からないことです。でも売り上げで分かるんじゃないかなと思って、本部側からすれば、ここですね、本部の抜けがあります。でここ冷蔵庫の設定温度マイナス3度になってるんだけど、ここに書かれてる温度が違う。だから測定点が違うっていうんだったらいいんだけど、測定点が同じならば、これとこれの差、もう一度来てる中でやっぱり指摘してほしいですね。個体識別番号、先ほど荒木講師のお話の中にもありました。個体識別番号で何が知れるでしょう、岩井さん。うん、原産地。原産地ね、でも牛ってね、旅するんです。私よく知ってる例でね、淡路島で大体1歳ぐらいまで育てる。子牛の状態で他のところ、松坂に送り込んで、松坂牛。一番肥育の時間が長いところが、牛の産地です。旅してる。で、実際私が監査レポートをめくってて、パッと気がついたのは、個体識別番号には、当地区の殺したラッピが持ってる。どこで殺した、宇都宮の土地区上で何月何日殺した。で、それを見る限り、今のところだけど、有料後にはなかったです。例えば、黒毛和牛の何とかが書いてるのに、実際に個体識別番号を見てみると、違ったかではなかったんだけど、土地区して2ヶ月後に肉が売られてるのがありました。普通ね、土地区をやっぱり1ヶ月前に全部吐きちゃうんです。2ヶ月というと、肉の品質が劣化していくことが見えてる。もしも、その、まあ、八木さんに仮に言うのも話ですけどね、本社なんかがこういう仕事を受けようとしたら、全数やれとは言わないんだけど、たまには、個体識別番号と表示の矛盾があるかどうかというチェックするってもいかがでしょう。で、私もこれ、監査レポートのチェックはまだ知らなかったです。まあ、あるんです、個体識別番号、トレースができるサイトが。先ほども数字出ました。出てきたのが、ここ、11月の18日に殺されてます。となると、なかなか2ヶ月先に売られてるとか考えずに、売られてるとしたら、冷凍されてるんです。じゃあ冷凍でされていた肉を解凍してるんだったら、解凍肉という表示しない。先の例ではなかったですね。で、チラチラチラと書いてますので、もうほとんど。まあ、すると、まあ、よくやっていただいているのは、最近もう非常に厳密になってきたのが、アレルゲン8種表記と27種表記の混在。同じ食肉加工センターから出てきたのが、こちらが8種。こちらなんで27種。これはもう、まあ、本人練習だったりしますよね。それは手の方から聞こえる。中村、関西なんかが得意ですね。もう、別に、事実の名前じゃなくて、手の声が聞こえる。中村って聞こえたの。食品パックの販売店の監査で、かなり頻繁に、まあ、指摘されているのは、冷蔵温度、記録の。冷蔵庫の温度記録の写真なんかでちゃんと捉えてます。廊下ライン長官、僕もほぼ逃さずに報告されてます。タレの原材料カップなんか入れなさい。これは皆さんきっちりとやられてます。アレルゲン表記の区切り、乳、卵の間はドットである。これもよく指摘される。ポップ、
棚の前に置いてある値段表とアプリ書いてある値段表も完全に有料語になる。これもよく指摘してくれています。髪の毛、匂い、ドリップ、まあ、こんなものの苦情についての聞き取り。まあ、さっき聞くんでしたね。一緒にこの担当者に。これ、なんか苦情あります。いや、もう、最近ずっと髪の毛だけで、ちゃんと答えます、ね。掃除の人って、不要品の置き去り、置き忘れ、なんていうのよくあります。今のところ指摘があまりよくなされてないの。指定温度、メーカーが4度と言っても4度に達してない。これは社内指定からの逸脱です。でも10度を逸脱してた場合には、これは食品衛生法からの逸脱になるんで、完全なコンプライアンス違反です。ここはあまり指摘はありません。温度記録のスキップ。よくご存知の方を通じて何回か尋ねたんですけど、御社は店舗によって1日1回の温度記録で無視しているところがあるんですか？店長また帰ってきます。1日1回しか取ってないとか、ブランクがずっと続いているとか、そんなところがあります。で、機器の温度、よくあるんです。マイナスの3度と書いてるんだけど、製品の温度測ってみたら驚いたら、なんでこういう逸脱があるの？僕は疲れてないですね。7週、28週、某中村関西なんかがもうしっかりと無知を振り始めたので、随分とできてますけど、以前はこれが随分かけますね。あれで表記の欠如、間違い、過剰表記、牛肉の加工した焼き肉なのに、なぜか豚が入ってる。実は肉屋さんと私これで一回全部話し込んだから、豚肉をおろした揚げ句に牛肉の加工をやるって。どうしようってアレルギーの量。しかしながら、今のところ、食肉業界でそこまで動いたのはないですね。放送線があるから。豚の鶏のと牛肉の表記の中、書いてることはなかった。で豚エキスとかね、食肉エキスとか書いてれば、まあ、豚が入ってもしれないかなと思うんだけど、もう現在で見る限り、そういうらしきものが。過剰表記、これは、あまりにもアレルギーの方に慎重になるばかりに、一般人の、ごく弱いアレルギーしか持ってない人、また一般人の選択肢を縮めてしまうという、判断から、あまり推奨されてない、過剰表記です。個体識別番号で先ほど言いました。土地区は2ヶ月前のように回答の文言がない。やっぱり、有料法に。意図的にやってるんじゃないかというふうに言われます。食肉パックの、販売店舗の B の方に参りましょう。これも、これ、手の声が関西の10がやった仕事だと思うんですね。はい、でここでは表示温度と吹き出しの冷風の温度が違う、水滴の規定が出てます。だから実際のところはもう本当に高い温度になってるんですよ。温度管理が、まあ、ここにこの時刻に出して行ってるんで、まあ、その日の営業がそこに開始されたというんだと、ここで言います。で、アレルギーの表記の問題はとても厳密です。この方、表示がもう得意分野で。じゃあ、ここまでを総合すると、の前にちょっと動画を見ていきましょう。昔、古き良き時代がございまして、昭和30年代というと、
食品衛生 G 面、食感の方々はすごく意識を持って動いています。まあ、戦後の焼け跡も、あのやっと煙が収まってくられて、いろんな食中毒事件が起きている。その先頭に立って、私が食中毒を防いでいくんだという時の、あの食感の方々の意識がとても高いものがあります。その動画をちらっと見ていただきましょう。そのパン、誰かが写真撮ったら困る。毎日、県下のどこかで誰かが食中毒にかかっています。患者の発生と同時に、全身調査を行う食中衛生監視、ダリベ衛生事業。この時代もそうだけど、現実は残ってないですよね、現職は。すぐにお腹痛くなるなんてないので、4日も5日も経ってから調子が悪くなって、現職が残ってるから、別なんだけど、なんでやると。今はこういうところを時間を期してはいけないなんてルールがもう月時間月時間から教室に行かないと出ちゃいました。差し込んで穴の開いた熊ぼこは池上さんに売るそうです。クリーンボスがないです。バーナーを燃やすんです。上昇気流使います。無菌の空間を使えるんですか。
あとは選択の5曲を願って2を持っていきます。また静岡県では毎月動画が特進衛星の日、ここ沼津市では捕獲忘れがちな衛星について人々に呼びかけます。気温は南上りに上昇、このように食べ物が腐りやすい天候になると、静岡県の公衆衛生課では気象台と連絡を取った上、慎重に検討して特殊毒警報を発表します。知られてなかったから食中毒が夏場に起きると今大丈夫かしてるから選ばれて衛星こそ消費者への最大のサービスとパトロールです。こうして視聴者自身も自発的に活動を続けています。駅弁は割と売ってたんですよ。弁当、弁当庫で、もう列車の窓開けて、中から客を買ってたんですよ。篠田さん、その首立て売ってるけど、見たことあるんですか？これが今どうなっちゃったか見ましょう。昭和30年の頃は。明日は帰りです。28歳です。サンドイッチ屋さんを開業します。まあ、若いエンテルプレニア。サンドイッチは開業する。そこに一つの難関として。今日これは明日付けで営業局が取れます。営業局は申請の時の現状監査です。潰れそうだな。非常に衛生上ではある。もう完全に昭和30年代から比べても経済化してます。チェックリストがです。そうです、こんな方々が開業前に来るんですよ。で、大体店はどう受け答えするか、この動画とか見て研究してます。ラーメン屋ですね。ダメ出しがされちゃうと、開業が検査するときの
施設検査を待つと大変だしてしまう。ダメ出しをもらった不合格ということになると、適量とかは起こりませんので、予定している回転日、オープン日が遅れることになってしまう。ね、小売りなんかでもそうですけどね、飲食店で回転して何本ですか、ね、一日以前で設けていく。不動産で店舗契約を締結した時点で、できるだけ早く管轄の保健所、これ管轄の保健所は、お店を出す住所が、住所がある、その管轄の保健所という、ね、ここのところに相談に行くことです。このことで、申請とか、あとはその検査をより円滑に進めることができますから、これは絶対早く行ってください。で、またね、仮にね、問題なく手続きが進んだとしても、書類の提出から許可をもらう合格まで、もうほとんどその3週間ほどかかってしまうんです。なので、余裕を持ったスケジュールを組む必要があるということですね。それではね、いろんなところで、まあ、目にしているとは思うんですが、この営業許可書取得の流れという、まあ、こういうものがあるんですけども、これを簡単に説明していますね。まあ、一番の、その、店長にまず相談ということなんですが、この相談に行くときはね、図面とか見取り図というものを持っていった方が、よりその細かな相談ができるということになりますね。そして、2番目は営業とか申請ということになってた、今日ではなってましたが、それよりも先に言っておかないといけないことがある。それは、その食品衛生責任者の仲介を受講すること。そしてこの受講をした後に、池上さんがずっと寝たやつをやることができます。この修了書が対抗して5分ぐらいに出て、あとは床が出て、あと机の上に座らせる。それをするためには、添付しなきゃいけない。ちゃんとその受講しましたよって、そんなようなものを取れなきゃいけないということなんですね。なので、申請の前には、この食品衛生責任者講習会をやってください。これはどういうものかというと、まあ、これも簡単にしますが、1日がかりだと思ってください。まあ、6時間の講習、これはもうカテゴリー、3つ目のカテゴリーに分かれて講習をします。で、ただ、ここで問題なのが、これを毎日やってるわけじゃないんです。ね、1月にね、4回、こういうところで5回、下手すると3回、その地域の保健所によって、違うんです。そして毎回同じ場所じゃないんです。あっちこっち行くんです。そうすると相当2時間もかかってしまうようなところで、あったりするわけですね。なので、この部分は早め早めで申し込みをして。で、講習会場も大きさがありますので、満員になったらもうそれで打ち切れるんです。するとまた別のところの予定の日にち、1週間後とか、1週間後とか、こういうようなところの会場を予約して。ということになる。だからね、これでね、思うんですが、店舗探しをするじゃないですか。ラーメン店を抱きたい、お探しをしたい、で大体ここで、この辺でとか決めたらですよ。もう、この辺で決めたいっていう、そのエリアを決めたら、その段階でもう、この報酬を受けちゃった方がいいです。で、次に受けとけば別にいいわけ。があろうがなかろうが関係ないです。これはいくらでも受けることができます。なので、まあ、これ一つの知恵ですね。はい。で、ここは、まあ、費用が大体1万円でもかかるのかな。これも、その店長、地域のその店長によって、若干違いがあるというふうに言われています。で、次の、この営業許可の申請をします。で、この許可をするのには、これも有料なんですけど、大体地域のところも違います。1万5000から2万円くらいと、費用がかかるというのを思ってください。それから、日程調査。この日程調整というものは、店舗の検査、保健査
施設の図面の詳細ですけど、ね、店を開くときにそこまでかっちり決まってる例もないんです。ラーメン屋と言ってて、役所の役に仕立たないのか、そのまま分かった。保健所ですからね、道路地区はやっていませんから、まあ、その辺は、まあ、ここもできるだけ早い、ないというのがあれば、早い時期にやったほうがいいです。で、ダメ出しをもらったとしても、直してやれば、また調整してもらえばいいわけだから、やっぱりここも早ければ早い方向にいいと思います。と、先ほど挙げている施設。さあ、ここで保健所の手口を見ます。どんなことをチェックするその場で、え、大丈夫です。合格が出たら、もう翌日から実際、開店することができる。まあ、許可書は出ませんけれども、この合格っていうものを判を押してもらって、それを店に飾るときは、営業所と同等の効力があるので、それで店を合格することが可能です。それとね、施設の検査っていうのは、全部マニュアル化されて、全部同じじゃないんです。この基準も、それぞれのその管轄の保健所によって変わってきている、ね。違うんです。ここもちょっと厄介です。人によって違う。まあ、こういうな、もう頭に入れておいてください。まあ、私のところは千葉したので、千葉県の中で船橋というところが一番厳しいと言われておりました。私はその隣の町だったので、市だったので、比較的楽だったんですけど、それでもダメ出しはやっぱりいいんだ、ね。で、これが合格ができた。という暁には、この営業の場所の交付を受けることができる。して、オープンすることができる。え、こんな流れで、営業許可書の取得ということになるんですが、こんな誰でも知ってるよ。え、当たり前だろう。なんと、こういうふうに。そうじゃないんです。これ、何度聞いても、何度聞いてもですと、実装を始める。何度見てもこれはね後回しにしたんです。え、施設作りに電力を注いでしまうんです。だってそっちの方が気になるんですよ。だから許認可っていうのは後回しになってしまうのが常なのかな。だけど許認可って後々回転オープンにが近づけば近づくってで。ああ、早くやっとけよかった。これが必ずつきまとう。誰でも言います。まあ、そういうことで、私は日本学校が3店舗まで過去にやってて、3店舗とも管轄の保健所が多くないところにあった。なので、なんかことがあるごとに保健所に行って、まあ、保健所って言っても、食品衛生協会のところなんです。現状の中にある、まあ、こういうところで相談を普段に足を運んだんですよね、よく。でその時、ほとんどと言っていいほど窓口でトラブったんです。思うようにならずに、その怒鳴り散らす人もいるわけです。なんでできないんだ。これ怒れたら店は多くできないんだよ。売り上げ一体いくら損すると思うんだよとかって、それを職員の人に言うわけです。こんなこと言ったって、ダメなのはあなたがダメだったわけです。職員がダメだったわけです。こんなこと言うだけで、逆に言うと印象悪くして、もっともっと後回しになってしまいますよ。相手だって、職員さんだって、私も怒鳴ります。会社は、怒鳴りつけたり、大きな声を出すことは、じゃあございます。で、これらのね、その店長であったり、研修であったり、起こる研修はね、簡単に言うと、許認可っていうものを甘く見てるんですよ。これも言いました。甘く見ちゃダメです。これを先にきっちりきっちりやっていく、それが絶対必要なことです。よくよくやっぱりね、聞いてみますとね、トラブルの原因、何かっていうと、ほとんどがこの施設検査で不合格になったということなんですよ。で、その不合格になってすぐやって、じゃあ次の日、もしくは
次の事務員に来て、見てくれるのかというと、そうじゃないから問題が起きてるわけですね。だって、検査をする人は、1日何十分と回る暇じゃないから。だから、一回ダメ出しになったら、改めてその検査の日にちを設定してくださいねってなっちゃうわけです。でそれはそれでまた別の人が調整をする人がいるわけだから、検査する人とまた別の人だから。だからここで、だから今日言って、ああ、じゃあ明日ね、なんてその場で決まる話ではないってことだ、ね。だからここで時間がどん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 こう、あれしまう、ね。やっぱりここはね、簡単に見てて、相談もせずにね、自分のこう、お忙しいから自分なりに大丈夫だろう。このトイレの量を見ていただいたこの確認をしないと、ね、間違ってしまいますよって、例えばこの絵を選んだんですけど、これね、その、本当にまでに行かない、これも先ほど言いましたけど、あまりリスクがないところでのダメなし、これ致命傷で、ね、で改善して、でまた日にちの調整をして、それで決意にしてもらって合格をいただく、はい、そういうことになります、ね。オープンのためも、例えばそのオペレーションの確認であったり、またそのスタッフの教育であったり、この余裕を持って行いたいですよね。これじゃあ、この施設検査というのはどんなポイントで行われるのか。そして、さらに私が、実際にダメ出しを食らった事例であったり、そしてその改善の教訓を紹介していきたいと思います。施設検査のポイントということで、こちらの方に5個を掲示しました。で、まさに一般衛生管理項目ばかりです。厨房内の床とか天井の全て営業開始前のチェックなので、あと施設全体の建屋を見てもらうだけですね。全部大工、店を専門にやっている大工さんがいる、ね。まあ、こういう形だったら OK です。分かってるから。しかし、町場のホームでもかとか、もしくはその知り合いの人に頼むとか、こういう場合は、ここはちゃんと伝えた方が楽なんだと。客席はどういう意味ですが、その厨房の天井というのは耐えられなきゃいかということになります。だから虫食いボードを確かためたような気がします。凹凸があってはいけない。でも、埃が溜まりやすいということなんですね。で、掃除しやすいように、凹凸のないものを素材を選ぶことになっています。そして、床ですね。床も、コンクリートを打つのが一番いいので、して流しやすいということで、こういった部分の決まりがあるので、このところはちょっと要注意をしなきゃいけない。ダメかもしれませんね。で、厨房と客席の仕切り。これはこの先、客席、ここから厨房という、その仕切りがちゃんとなされているかどうかということです。まあ、多いところは大体そのスイング、ね、スイングとかであったり、あとは関連でもいいです。もう最悪、関連でやれば、もうトレンとかそういうものであれば、OK が出ます。どうなるんですかね、そのまま。食器とかの設置ということですね。これもやっぱり取れるのであればある程度多い食器を収納できるのに、でもウェイターウェイターですから客席まで運んでいても面白いわけですよ。客側のお皿持って帰りますよね。厨房の窓には網戸の設置、これも必ず相談的に申請をするときに注意事項が書かれたパンフレットみたいなものをいただけるのでありがとうございます。そしてですね、部屋の窓の設置、網戸と職員合わせが関係あります、ね、ということなんで、シンク流し、以前、それこそ、ハエがいっぱい飛び回ってたような、戦後焼け跡の頃だったらいいんだろうね。それと別に考えてはね、蒸し入ってきたので、厨房の中に、無駄であったとしても、この手洗い機というものを作らなきゃいけない。トイレのところに必ず必要です。トイレのところになくて、全然手を洗うところが全くないと、絶対ここは 100% つけてくださいと言われます。
そうなったらそれこそ排水管、排水口であったり、スペースを確保したり、ね、本当にちょっと工事が必要だと。そうすると、またスーツの時間が、ね、費やされてしまう。こういう注意です。まあ、大雑把に言えばこのくらいかな。で、もっともっと本当にたくさんあります。申請それは申請の時に指示をいただいたり、教えてもらったり、アンケートをもらったり、そういうような形でこうしてもらえればというふうに思います。このね、施設の検査というのは、大体20分から30分でしたね、私の場合は。まあ、これも検査官であったり、地域の保健所であったり、違ってくるのかどうかと思います。あと、一人で来る場合もあれば、二人で来る場合もある。ということも聞いております。で、その細かな点はその地域によって、やはりやっぱりそれぞれまちまちだということなので、まあ、それはその職員衛生協会での窓口で確認をされたらいいかなというふうに思います。はい、それで最後に私が3店舗のお店を出したときに、って思うような、まあ、口に出しませんでした、言われても、もうそこはちょっと抑えました。そのダメ出しをもらった事例というのを紹介していきますね。簡単に言いますから、あ、今回はダメですね。合格、許可出せませんって、もう、浮き人の言葉で言います。ってもって言い方ないのみたいな。こっちとしたら、もう、すごく、ね、そのショックなことなんだよっていうふうにして思ってても、まあ、毎日毎日何十件とやってるような人たちなので、そこはもう自分的な言い方しかできないかもしれないので、まあ、そこで腹を立てないようにカットを抑える。で、これは一体、どんなことがあったかと言いますとね、まあ、その先ほどの、食器戸棚の量とかの話をしました。まあ、ここでも一番最初に言われたのはここだったんですね。で、私もここにも、まあ、食器戸棚はもちろんあったので、あったんですけど、まあ、小さな食器とかだったんですね。で、丼とか、その、餃子の皿、大豆の茶碗とか、こういうものぐらいしかなかったんですけど、まあ、それも、余分に買うじゃないですか。で買ったものを、俺のものに、こうしよう。随分と、茶碗を入れたくなるようなことなんです。もう、出た分量が、でも入るわけがない。客席の戸棚の中に入ってないといけない。どうして聞かれたんですね。でこれ全部使うんですかって言われたから、いや、全部使いますよというふうに、ね、いらないものないからって言って、まあ、余分にありますけどって話をしたんですけど、まあ、この時に、仕方ない、これは全部入る戸棚に用意してくださいって言われたので、まあ、先ほどだいぶ下がね、ちょっと空いてたんで、そこにちょっと大きめの箱を作って、そこに無理やり入れたんですけど、先輩の状況なんですね。食器戸棚の中で猫に餌やってる人の様を持ってきてお客さんに出すというのがあった頃だったら意味があるかもしれない。でもメニューなんてそこに提示するわけじゃないし、客席分の皿が分かるわけではない。たまにないですね。もし丼にラーメンしかやんないんですかって言われたら、開店当初はそういうふうにして思っていますっていう、はい、もうそれでいいじゃないですか。まあ、そういかに保健所を騙すメニューまで口出しをしません。ここで教訓が、100席分の12席だったら12個の丼だけが入っていればいいという考え方をしてもらえればいいというふうに思います。そして床の話なんですが、先ほど言いましたね、これ当日ね、掃除をする検査の方が来るからって言って、私、朝、水を撒いて掃除したんですよ。これが穴になってしまったということなんですね。ちょうどこの時は、犬地物件で床の勾配を取るために上にそのコンクリートを打った後にこうモルタルでね、勾配を取るためにもう一回処理をするんですね、表にね、わけなんですけど、これがちょっと剥がれてたんですね。ひびが入っててちょっと剥がれてて、大体2、3センチぐらいの角でこう剥がれてて、それなら水切りをしましたけど、そこに水が溜まってて、そしてこの写真にもあるように側溝があります。ストラップに向かって側溝があるので、この中にも当然水が溜まってるわけです。ここを指摘されました。要は、まず水が溜まってると、要はその衛生上、蚊がそこで問題が発生して、蚊が発生する。
正常力ありません。そして、そこにも、カラの投影性って何かやってるんですか？で、ダメです。だから全部勾配を取って、速攻の中も勾配を取って、水がたまらないようにしてくださいって言われる。あと、言われてないよって、あと思いましたね。で、はい、わかりましたと。で、これ、モルタルで自分でやりました。速攻の中もちゃんと勾配を取りましたよ。はい、じゃここで、教訓。検査では水をまかない。水で掃除と。その昭和30年代当時の食感が何が起きそうか、それを防ぐためにどうやったらいいかという自分で考えてたアプローチと全く違ってきてますね。でラーメン屋ですよ。ほとんどの食材が加熱調理されるんですよ。まあ、トッピングはされてないといえばされてないんだけど、トッピングに関係ありそうなんで、今さっき蚊が飛んできた。蚊がトッピングについてて何か起きます。お客さん怒るかもしれない。なんだこれって怒るかもしれない。お客さん死ぬことはないです、ね。じゃあ、ここで軽い休憩を取ります。動画は継続していただいて結構です。5分程度でよろしいですが、トイレ休憩、また一服、タバコの吸う分までいらっしゃいます。います。大丈夫ですか。じゃあ5分間休憩します。もうこのまま動かしておいていいんですか。いいです。そこ後で切りますから大丈夫です。どこの人なんですか。どこの保健所なんですか。まあ、近くの船橋、船橋の近く。実際のところ保健所ごとにやっぱり外観というのと違うんですよ。いやだって人やってる人がいるけど、一旦言い出したら聞きません。今回、飯塚のアイスクリーム工房で届きましたね。靴の履き替えしろって、工房に入るアイスクリームをやらんってた。その根拠を示せって、現状例のナンバーに書いて、いつ頃できたかって、昭和30年。外が汚れてて、ドロドロのところ歩いてきた人間は靴履き替えた方が良かったかもしれないけど、周りが舗装されてて、外側にも中古の方が、中古の方が汚いよとか言われて、靴なんか意味があるんだ。本当に言いたくない。先生、もうここだけこっち来た方がいいかもしれない。こっちがある。いや、もうちょっと。もう半歩だけ。どっちが？あ、こそこら辺でいいです。画面にかかる。あ、それいっぱいです。もうちょっと。あ、そこです。そう、もうちょっと。届かないかなと思ったんですけど。いいですか？始めちゃってもいいですか。お名前さんもあのメールを一生懸命になってくれた。昨日ご苦労さんがわざわざ名古屋まで行っていただきました。奈良はもしもカバーアイテムじゃないですか。
NPO がやってます。経理です。本当これあのウイルスに汚染されそうになってますってね、数字入ってるんですけど、はい、前から知ってます、はい、大丈夫です。今出店募集が開始されました。何でしたら私どもと共同ブースみたいなのがあります。店舗間の日本マクドナルドは全国の店舗で先月25日から一斉清掃と機器メンテナンスを行っています。ちょうどあのビニール片が幕投げてから発見された。さらに9月までに専門知識を持つ第三者機関の検査員が抜き打ちで訪問し、異物混入の防止策や保守管理が適切かをチェックします。またおよそ15万人のスタッフがインターネット上で異物混入防止のためのトレーニングを受講します。このほか原料の製造業者との連携強化などについても打ち出しました。はい、ではマクドナルドが内部監査を開始した理由は何だったんでしょう。あの関西大学の学生みたいにいつまでも黙ってればこの先生は他のところが渡さる、それがないのが私なんです。改善のなんかアピールというか、うん、大概だから異物対策をしっかりやってますというアピールのために外部監査を入れたんですよね。当時はそうだったんです。でこの当時にあのマックの日本の品質保証をやってらっしゃる中核になった方、もう一人二方いたんだけど、二方ともよく知ってます。一方もすぐにマックやめた、他のところ行っちゃったけど、本来は異物の混入の防止をやりたかったんだけど、おそらく品質保証にかかってる人間の特性でしょうね。だったらついでにとか、だったら衛生管理も。で結局マックってね、あの笠野場社長の時いろんなことやってて、これ、ね、動画で見ていただいた人もいると思うんですよ。これ今ムートが事件がやってるパンです。宣伝ゲートに来ました。よろしくお願いします。それでは、これから店舗の外部についてさ、これから始めたいと思います。まずはあのこちら、集めていただきました書類の点検、これをやっていきます。今現在どれぐらいの付着物があるのっていうのを確認していきたいと思います。7006個。この数字が1000以下になればしっかり手を洗えてますよって基準値になってます。360個。随分手の拭き方甘かったですね。今オペレーションしてます。こういう的な数字を出そうと言います。1時間に1回しなくちゃいけない。1時間に1回。はい。で今洗浄して保管中のこれがしっかりとチェックリストを持って歩いてます。これがしっかり洗えたものがストックされてるから、保管されてるから。さっきの手をこう、検査したのと一緒です。パックポットの基準は100以下ですね。94。まあ、1個まで出しちゃってないですね、これも樹脂なんですけど、これはちょっとね、今回、店長に会ってね、フィードバックして。すいません、失礼します。こっちがシェイクの方ですね。で、熱殺菌を毎日してるんで、その夜の時間内というのは販売できない時間がどうしても出てしまう。あと触ってみるとベタつきがない。あ、でもここベタつき、ここベタつき。お野菜、レタスとかの衛生管理とかっていうのはどうなってるんですか？あのこちらでここに出したものに関しては2時間以内で使いするんですよ。あと何分で見てかたくなるっていうことですか？まあ見た目だけじゃなくてしっかり数値でわかるってこと。そうですね。結構時間に厳しい感じ。あとポテトの油なんですけど。はいはい。何回とかしまってるんですか？これは油の酸度ですね、示すやつです、はい、こちらの C 判定、
この色に合致した場合に油の交換が始められます。もうコロ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 変えてます。フィードバックしてないです。厨房の床面にも油残差が残っているので、ここはちょっとぜひ検討していただきたい。それと、これは何の記録ですか？抗菌キッチンか分からないですね。記録として整理しないと。これは明記してください。一つ一つにタイマーがついていること、時間で区切られているので、誰でもそれに従い、ほとんど衛生監査になっちゃってるでしょ。ミツコミ防止なんて、もう当初の理念はどこかに行っちゃって、で床の面に油が残ったら、これ何のための指摘なんでしょう。まあ、荒木講師のお話にある、滑るぐらいしか意味ないですよね。これがだからもう最初は物購入防止に焦点を当てて開始した第三者監査なんだけど、年月が経つ間には部分を膨らんで見せてくれになっていって、で何か本当に食中毒を防止するのに有効なっていうチェックしたものがありました。手の ATP、野菜のストッカーの ATP、ATP は直にそれは食中毒という仕様ではないですけどね、単に菌が多い、生命活動がありますよということなので、実は野菜を拭き取っても ATP 上がるんですよ。野菜の細胞が生命活動しているので、この地球上の生命というよりも、ウイルスは生命じゃないですか、ウイルスは生命で。細菌といえるものは、細菌というか、セル、細胞というものはみんな同じ遺伝子から発展してきているので、全部 ATP 活性、ATP の活性を持っています。ですので、野菜を拭いたら ATP 高く出ます。じゃあ野菜を入れている容器の外側を拭いたら、もしかすると野菜の汁を拭いているかもしれない。では、僕も見ていただきました。ここまで総合しますと、チェックリストって私よく言うんですけど、ね、これは破り者の人間ドックみたいなもんです。篠原さん、前立腺がんのチェックを受けたことがあります。南波さんは、マモグラフィーのチェックを受けたことがあります。ないわけじゃないですよ。男でもね、乳がんってあるんで、まれに。普通は、やらんですよね。既往症を無視して、家計点検室を全部無視して、両方にできていたものだけはチェックするような方式になっちゃってます。男性マンモグラフィー、全身全身、女性全身がん検査をもう推奨すれば、いや、ないわけではないですか。ないわけではないって言ったら、何でもありますよ。表層の再検知に引っかかって、件数で、もうそこで点数決まっちゃいます。だから、点数が多いと、健康で、点数が少ないと健康でない、まあ、判定するんですね。サインが暗示する病気の重篤度は全くカウントしません。つまり人間ドックで U です。でも若い頃は割と気にしてたんですけど、いやもう35歳の体ですって、40ぐらいの時に言われたら喜んでたけど、その5歳の差なんて意味ないんですよ。人間ドックでなかなかいいですね、健康に気を使ってらっしゃいますねって言っても、翌日、深夜死んでることも多いに考えられます。なんでかというと、むやみやたらと単に表層の差に拾ってるだけなんです。で、これが、八木さんのことなんかにもう、まさに当てはまると思うんですけどね。監査員って、真面目な人多いですよね。例外、岩木さんぐらいのもんですよ。あまり真面目でないの。チェックリストを疑ってみようとしないです。誰かが考えてくれてるんだから、これも正しいに違いない。だから他の方が投稿とかよく書くんです、これ。メスレで働いてるときに、私、アメリカ人のボス持ってたんですよ。
ボス自身が教えてくれる、それが情報です。ボスが、まあ、もしのことは正しいと思ってないだろう。だけど、ボスは常に正しいんだ。だから、ジョークの分かるアメリカ人、オハイオの出身ですけど、ローレンダーもいるかし、ルーカス。で、これやはり疑うって感じ。チェックリストの内容、本当にそれでいいのか、もうアラキンに移行して、もうまさに認識も午前中言ってましたね。手加減せんといかないんです。書いてあるから、それに違反したら、ペケ、そんなんじゃなくて、その私がペケを書くことによって、このミスはどんなことをやらされるのか、どんな責任を負わされるのか、それは本当に店の責任であるべきなのか、そこまで考えてペケをつけないといけません。で、店舗衛生管制がいかなる分子であるべきかという定義するような文章は全くありません。で、これに言ってる団体ありますよね。なんとかセンターっていうのが言ってますよね。SBFBB。SBFBB はナンバーさん得意ですよね。何の略でしたっけ？何の略でしたっけ？大阪とかのボインボインかけます。もし、しまさん、いや、あんたおしゃこっちゃみたいな。セファフードベータビジネス。これ、基準というには、要求条項じゃないですね。単なる概略を歌ってるだけなんで。いかなるものかという基準文書になりない。JFC の AB。例えば飲食店なんかを対象にしているものではありません。じゃあ、あとは独自の経験の裏打ち酒屋が作ってるのを先ほど見ていただきましたよね。3社のチェックリスト。私がまあまあ関係していること。それから、なんとか検査というところ、技研というところを見ていただきましたけど、結局、なんでこんなところをチェックしないといけないのかよくわからんものが多いんです。昔にはそれに意味があったのかもしれない。痛い目にあってからそれを追加したのかもしれないけど、今それが当てはまるかって言ったら、あまり当てはまらない。公的文書はありません。自分たちで考えて作るしかない。で、一番我々に欠けているのは、ね、取捨選択すること、断捨離することが。積み上げていくだけじゃダメ。積み上げていったら、監査員はどん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 オーバーロードになって、ますます浅い仕事をするようになります。で、監査審査であれば、不適合の提示をして、その根拠の陳述をしないといけない。是正措置に向かわせて、フォローアップするというのは監査の基本のはずです。こうやって、店舗衛生監査で欠けてるのが、フォローアップの部分ですね。まあ、陳述についてはね、ここに書いてることと違うから続けるだろうけど、改善してるかどうか。荒木講師がもう、イメもまた午前中に行きましたね。良くなってるときに褒める。一緒に考える。これが今の関西のアプローチです。欠けてる。で、不適合というのは、情報監査基準との対比で、そこにギャップがあるの。もう先ほど言いましたね、監査基準そのものが非常に怪しげなんで、我々はその監査基準に対しても疑いの目を向ける。これを本当にこの店で当てはめていいのか。よく考える。その考えるだけの時間と知識を監査に与えられてない。客観的な事実、監査基準の間にギャップがあったら不適合を出して、それをフォローアップに向かわせる。そのためには、監査というのは本来そのように設計されるものです。店舗衛生監査が明瞭な違いなのが是正措置フォローアップ。本当に改善されたのか、前よりか良くなっていってるのか。良くなったかせるのは、先ほど言いましたけど、その店にとってのリスクを回避させるという方向でない。是正措置は何かを確認して、是正措置が再発防止策になっていた、根本原因を取り除いている、これを我々は心して、店舗衛生監査に向かっていかないといけないんです。是正というのは、不適合の根本的な原因を根こそぎ取り払う。池上さんがやってるようなね、ちょっとだけ表だけ撫で回して、それが終わりってやるじゃない。根っこから取るんですね。
是正措置、フォローアップはしかし、労力と時間を食いすぎます。例えば、前まで田村監査員が訪問してたとき、私を引き継いで向かうとしますね。田村監査員の報告書を全部読まないといけない。過去に遡ってね。その後に自分はこういうふうに監査するという方針を決めないといけない。それからフォローアップになりますと、是正措置が有効に機能している、それがシャーンと機能したまま継続していることをずっとフォローアップしない。長い間、その店舗に縛られます。それもやらない。だから、実際の監査時間が1時間で終わるかって、監査員が割く時間っていうのは全部に相当にあるんですよ。まあ、宮城さんに申し上げたように、その分払わないといけませんね、やっぱりね、本当は。私よくあのネスレの時に言ってたんですよ。一日関西やってくることになったら全部一日ずつは使ってる。3日で行けないやっぱり精一杯。大体年間100件やると思う。息切れしてます。こんなものです。要求すべき条項を、事項はあまり熟してない監査会社との間で、顧客本部にとって白黒つきやすくて、監査会社にとって仕事をしてきた証拠として。何日頑張ってんですよという見せつける。早く安いうまいことがシワになってます。で、ここ、覚えておいてください。必ずここ考えないといけない。断捨離です。もういらんのじゃないの。例えば、福岡の飯塚の靴の履き替え。いらんのじゃないの。そこをつついていかないと。従業員たちはどんどん無駄なところに勢力を突っ込ませること。人間って、やっぱり有限です。頭の中有限、体も有限だから、時間も有限なので、あまり無駄なところに力を注がされていると、本来だ力を注がないといけないところがいい加減になっちゃいます。なぜ不適合を提示して是正措置じゃないかって言ったら、これが主眼です、我々ね。我々が監査している会社であれ、事業所であれ、店舗であれ、そこで起きるリスクから彼らを守らないといけないんです。じゃあ先ほどの生の鶏肉を出す店、何が一番のリスクでしょう。堂々と出して、売り上げの多くを生の鶏肉が占めてると。大丈夫ですか。怒り症とか大丈夫ですか。やっぱりカンピロなんですよね。カンピロ事件を防ぐというところからやっていかないと。で、私がやるとしたら真っ先にそれ指摘するでしょ。裏メニューでこういうものを出してます。これは本社としては真剣に継続するのかしないのか考えないと。せめて食中毒保険はしっかりとしたものを入るぐらいのことはやってないと。危ないですって話してるでしょ。でその次は、ナンバーさんがおっしゃったような、じゃあ名前の鶏肉から他の食材にカンピロが移るのかどうか。これについてナンバーさんどうでしょう。カンピロが他の食材に移る可能性って高いです。低い。中程度。他の仕方にもよる。狭い厨房であれば、ここに安さはそれなりにあるのか。カンピロの特性としてあれ、B。法規制なんですね。どっちかというと酸素を嫌って肉の中心の方に入り込むんです。肉の表面撫で回したからというとどうでしょう。ほとんどあります。じゃあ肉をナイフでカットする。そのカットの面ですぐに野菜を切れば相当に危ないけれど、じゃなければ隣に置いてるぐらいで原則の中で同じ区画に置いてるぐらいではなかなか移っていかない、ね。だから生の鶏肉がフレッシュな断面をさらすときを注意しない。そっちの方向で店舗を指導していかないと。例えばトイレ以外の食中毒起きませんでしたから、私いい仕事しました。自害自賛してもしょうがないです。さて、店舗衛生監査で取り扱うリスクのいろいろは、荒木講師のお話ありました。リスクって、通常、職員関係では、職員安全というのリスク、
で、コンプライアンスリスク、これも 法とかルールで決められてるから守りましょう。社内ルールもそうですね。あとはビジネスリスク、髪の毛入ってました。で、この3つが常に視野にない。チーフリストは大体これを失ってるんですけど、ね。でもオーナーとしてはどうでしょう。で、小林社長の頭の中でどれが一番大きくなってると思いますか。実はね、もうビジネスっていう面ではね、すべてのリスクが致命的なんですよ。先ほどの荒木講師の話にもありました。虫が発生したら、それ SNS で拡散されちゃって、店が立ち行かないぐらいになっちゃう。で、社長の目から見たら、これ同等、全部同等なんですね。でも関西人からしたら、例えば、宇宙飛行士の健康管理で、宇宙飛行士の虫歯っていうのも、歯が痛ければ、鎮痛剤飲んでも、宇宙では歯が痛ければ、正常の判断能力を失っちゃうので、職人安全リスクというのが、歯が痛いまでリスクになっちゃいます。しかし、社長の立場で言うと、すべてこっちが反映されちゃうんですよ。売上の減少とか、それが社長にとっては大きな関心事です。頭の中ではどうしても、食事パックの問題です。最後はこっちの方が本部が気にしていることです。で、経営側はどうしてもこっちばっかり考えてるんです。こちらに力を置かないです。力を抜き加減になりたいです。皆さん、店舗監査員としては、なんとかこれを正常な形に。こちらは結末であって、こちらが原因であって。ならば、そう、正常かこっちの方に卒なんてか。表向きの数字だけを気にしてても意味があります。根本的なところだと。そして、その会社を修行しよう、そして店舗をリスクから守ってさせるのが皆さんの仕事になる。ここから先がじーんと感じていただけるのはあまり人数はいらっしゃらない。八木さんがもう涙を出しているのが見えましたから。今の完成様式はその可能性としないのであれば、多いです。もうルールでこういうふうに決まってる、完成にはこういう仕事を期待してるんだから、チェックリスト通りにやってみてくれ、ということよく言われると思う。で、完成としては自分のできる範囲で構わないので、先ほどの3つの輪を考えてください。この事業所、この店舗を本当にリスクから守るには、私はどんな報告をして差し上げるべきなのか、その方向に軸足を動かしていってください。荒木講師はもう本当にいいこと言ってました。やっぱり手加減が必要だ。そうだと思うんです。今回の監査目的というのはどういうものであるべきかを考え直して、従来の不適合、経費の不適合、関節事故を自発的に報告し、監査員に与えられたやっぱランテありますので、そこでそこのスペースをうまく使って、これはやっぱり重大と思うからアクションを取ってくれ。コメント入れるんでください、ね。で、自分の報告書が顧客の本部の前進を流すように監査を組み直して、で、監査会社っていうのは、大体監査会社の本部っていうのは、うちもそうでしょ。あんまり若くない人間がいるでしょ。どうです思いましたか。これが動画として流された。私が発言したのが記録として残って、上司から呼び出しを食う。大体そうなんですけど、組織で上の方に上がっていく人間っていうのは、まあ、現場を知らんことが多いんですよ。また忘れちゃってる。監査会社に対しても、チェックリストはこれらの取り除き結構捨てましょう。これは項目として最低大きくしましょう。だから、監査員の報告事項がもっと大きく取り上げられるように変えていきましょうという提案を、それぞれなんと、事態変わっていきましょうね。そんだけの金もらってない。こうなったら、賃上げ交渉はなかなかできないでしょうけど、
もう自分の会社では受けられない監査であると定義をするしかないですね。例えば監査員が1件もあって3000円しかもらえないんであれば、これはうちでは受けられませんという、まあ、これもビジネスマンとしてはもう本当につらいレシピになるでしょう。断るぐらいにならない。無理して無理してどんどん受けていって、結局、まあ、役にも立たないようなエピソードをいっぱい上げていって、最後にその事業所でトラブルが起きた場合、監査会社は責任取らされますよね。で、監査会社は責任取らされるという事件で、まあ、ちょっと話題変えるんだけど、先ほど荒木講師がお話ししてた、アクリフーズ事件がありましたね。あのアクリフーズの工場を最初 ISO 2万2000認証してたのどこだと思います？その家なんです。 S で始まるのです。ジュースの S で始まるのでネスレって言うのダメです。ネスレは N で始まります。関西会社は認証会社で S で始まる世界的な企業というか、もう大体わかるんです。相当に彼らはダメージを受けました。私に言わせれば、ISO の2万2000の中で職員防御というのは1項目も入ってないから、看板取り下げる必要なかったんだけど、事件が起きて、もうあの検察なんか入る前に看板を下ろした。で、過去の記録、うちが認証しましたって記録をインタビューとか全部消しちゃった。証拠を抹消した、しようとしたんだけど、その後、その大きな S のところに職員安全マネジメント認証の仕事でガクッと落ちて、自分が監査したところがトラブルを起こす。一連落書、かなりのダメージを自分たちも受けるということだけは考えているんです。で、朝日新聞さんの方にお願いしたのは、この同じ手法っていうのを、サプライヤーにも売ってることができると思います。今はチェックリスト方式になっていると思うんですけどね。チェックリストの中にはそのサプライヤーにいらない項目でもあるんです。本社の商品の特性から言うと、pH 低いや塩分高いようになったら、老人を殺すためのレシピであった場合、うちで管理できない、サプライヤーにしっかり出てもらわないと、うちがリスクを負うというものに集中するチェックリストにしなければ意味がないです。例えば、手洗いなんて関係ないんです、手洗い。本社の商品とか。じゃあ、これにて、一応一方的なお話の部分は終わります。今から、この荒木講師の部分まで組んで、Q&A に移ります。Q&A の部分は、動画をもう止めてください。何かございますでしょうか。